Z のこと何でもいいから知ってることを話してくれませんか。ディズニーランドコーナーが来るわ。あとは1カーまでほぼ8キロのストレート。もしコースがクリアなら最高速にアタックできる。問題はどれだけ回転数を落とさないでディズニーランドコーナーをクリアできるか。3車線全部を使う。一番右から入って右側の1車線目をクリッピングポイントにする。前回に踏み込んだアクセルをちゃんと浮かしてたらクリップ通過寸前に踏み込む。もしコーナーの先にトロトロ走る車がいたら、そう言いながら朝倉さんはいつも走っていました。元々のスピードが遅すぎる。もし 100% イメージ通りにできたらもうやることなくなってしまう。羽田から羽横経由してベイブリッジまで走ろうと思うんだけど。トロトロしてたら先に行きますから。私も。君は彼女乗せて先に行ってくれ。なんで走ろうと思ったのに。今夜はどうもありがとう。ごめんなさい。朝倉さんのことで
もう何も話すことはありません。 いえ、どうもありがとう。油圧、水温、排気温、OK。冷静に、冷静に、冷静に行きたいと思います。